こんにちは、手作り倉庫です。今回はこの着物の端切れを使って、みんな着物の生地なんですけどもね、これなら帽子にいいかなというのもちょっと集めてみました。で、これを使ってベレー帽を作ります。これ半幅帯なんですよ。これかわいい、踊りの、これ何の盆踊りですかね。すごくかわいいんですよ。お子様だと思うんですけど。これ半幅帯。こんなのもいいと思うんですね。これも。お正月に、福袋を買った時にベレー帽買いましたよね。で、そのベレー帽の大きさとかがちょうどよくって、で、しかもここでリボンでサイズ調整ができるタイプだったんですね。それをすごく気に入って、大きさも。それで作ってみようと思う。自分でね、これもっと欲しいので作ってみようと思って、型紙を起こしました。この半幅帯でこんなのができました。そして、この着物を着る、これ着物の。ちょっと張りがあって、これでこんなのができました。それから、このトップス、ニットのトップスできたん、作ったんですけど、これまた動画にあげますけど、これのお揃いで、お帽子作りました。これも大活躍してます。これリバーシブルで作ったんですけど、リバーシブルの場合はちょっとここの作り方を変えました。ちょっとこれ考えないといけないんですけど、ちょっと課題が残っています。まあ、これニットですから、ある程度とか伸びがありますからいいんですけどね。それから、先日バッグを作った残りの生地で、シープボア。シープボアでこれもリバーシル。フリースとシープボア。もうすごくあったかいんですよ、冬。こんなのも作ってみました。花の、これバラですかね。花の、こう、染めのある、これ、日本の色で言うと、甘草って言って、甘草って花ありますよね。その色味に強い、近い色かと思います。これ、これをトップにね、ここにトップに持ってきて、それで作りたいと思います。まず、型紙を取ります。いつもね、型紙のことを説明するときに、私の言うことはですね、型紙を取っておきますと、めんどくさいんですよ。実際直接立って、直接立てます。直接立てるので簡単ですっていうふうに動画出してる方もたくさんいらっしゃるんですね。それすごくいいかなって思うかもしれない。実はそれ良くないですね。実際には作ってみたら、いや、これちょっと大きかったな、ちょっともう少し小さくしたいなとか、それ分からなくなっちゃうんですよ。ですから、型紙を取るのが一番確実ですし、次作りたい時の指針になる。それで、まあ、3年後にこれをちゃんと残しておけば、前に作ったやつ、どんだけで作ったのかなとかっていうふうに考えなくても型紙でやれる。で、もう2つ、3つ作りたい。もうちょっと大きく作りたい。そういった時にも、これがガイドになりますから、型紙を取っておいた方が得策っていうかね、いいと思います。で、まず、27センチ。これ、縫い代付きですから、これをこれでカットします。ですから、27センチの円、さあ、ね、円のものが1枚。そして、これは、3箇所に印をつけておきます。これ、縫うときの指針になりますからね。こうして、印をつけておきます。それから、もう一つが、29センチの4分の1サークルです、これ。4分の1の円。29センチ、これ29センチ。ここ直角ですよ。で、ここから1センチ5ミリ。ここから1センチ5ミリ入ったところと、ここを結びます。これ結びます。そして、ここから9センチを測ります。9センチ。
9センチ、9センチ、ここも9センチ。そしてこれを切ります。ここも切ります。これが型紙になります。これが型紙。パターンね。そしてこれも半分にこうして折って、そしてここを印します。この2つが型紙になります。布目はこちら、まあ、こちらどちらでもいいんですけど、こちらを布目にしました。そしてカットします。ですから、これ、木尺の幅ですよね。これ今回はこの木尺ですから、そしてこの柄は型紙ありますから、こうして当てて、型紙でこうカットします。この部分ですけども、今回この耳使います。耳わかりますかね、若い方。これ着物の端は耳になってまして、ほっけないようになってるんですね。折りですから。なので、この耳を使いますけど、もし耳がない場合、普通のこれ着物じゃないもので作る場合は、こちら側をロックをかけてください。それとかも布が足りなくて継ぐ場合とかね、この中心の方で取ったりする場合は、ロックをかけます。ですから、こう一枚でこうくるってくるんで、向こう側は折り込まない。うわっとなりすぎますから。布をカットしました。この円が、表が1枚、そして裏が1枚。で、これ、芯貼りました。この芯の硬さは、それぞれの、皆さんの布とこう相談して、硬さを決めてください。あんまりこう、結構張りのあるこういう帯のですね。これ薄めの芯貼りましたけど、これ結構柔らかいので結構しっかりめの芯を貼りました。そしてこの脇の部分ね。この部分のこれが2枚。そして内布が2枚。これも芯貼りました。そして65センチの4センチ幅のもの。これが1本。この中心ですね。これ印しておきます。印でもいいし、それからこれもね、みんな印しました。これ、印しました。そして、こちらも布目。こうして印します。最初にこの2枚を縫い合わせします。ここね。ここ。縫いました。これね。アイロンをかけて、こちら、ここ、ステッチをかけます。表の方だけはステッチをかけました。で、内布の方はかけてないです。これ内布の方はかけないで。次に上からこの4箇所の印と、この今の縫ったところが合いますね。そしてこの中心の印と、このもう、こちらのこの印が合います。そしてこの次の印とこの今の縫い合わせたところがあります。これ、周りをぐるっと縫います。
1センチの縫い代で縫います。1ミリぐらい縫い代多めに縫ってます。これはまあ別に1センチでも構わないですよ。少しこう内側どうしてもね収まりがいい。縫えましたらこれここ開きたいんですよね。帽子はここが綺麗じゃないと形良くない。それでステッチかけます。ここですから、表を見て、しっかりこう開きながら、両側にステッチをかけます。ここと一緒。このステッチと一緒で、両側にステッチで押さえます。表を見て、ステッチをかけます。しっかり確かめながら、ステッチかけます。この片方がかかりました。そうしましたら、この、こちら側もかけます。ステッチをかけました。そうするとね、これ、もう全然形が違います。この、トップのこの角のところの、ついでますから、形が綺麗に出ますね。そして内布はもうこれこのままでいいです。ステッチかけないでやりました。やります。硬くなっちゃうからね。まあちょっとこれ手でこうしてもいいし、アイロンかけてもいいんですけど、これ内布をつけます。そうしましたらこれ表に返しましたね。そうしたらこの内布、これでこっち側が表ですよ。これ表。こっち表。ですから、ここで縫い合わせするんですけど、これしっかり寸法合ってますから、これ表ね、これ表、こうして、この、ここのところ、こうして、1センチの縫い代でしっかり、3枚。そしてこれね、付き合わせになりますよね。こうして、瓶打っていくと。これ多少多かったら、まあ、ギリギリよりも多少多めで65センチで切ってますから、多かったらこれを1センチのところでカットしちゃっていいです、ここで。そして折り返すで縫います。ここ。こういう風に縫います。で、ここがリボンの開け口になり、通し口っていうんですかね。通し口になります。こういう風になります。こんな風に付け合わせに縫いました。そしたらこれ縫い代がね、これはみ出してますよね。こんなのこはちょっとカットして整えて、そしてこれをくるむ形で落としミシンをかけます。これですからここ端ですよね。これ布端、耳ですから始末しなくていいですけど、もし耳じゃない場合は、ここ6かかってますよね。6なり、ジグザグなりをかけて、そして、
こうして折って1センチですよね。これが1センチになってますから、こうなってますから、これをこのまま折るんではなくって、このままこの縫い代をくるみます。こうして。こう。これバイアス、ここね、バイアスもありますよね、ここの部分。直線もあるけど、バイアスもある。なので、これをこうしてくるむことで、このサイズが一定しますね。これ中縫いす、あの、してもいいんですけど、中縫いすると、どうしてもサイズが、帽子っていうサイズが大きくなったり、小さくなったりするのは、まあ、都合良くないですから、これ出すと、しっかりこう、サイズが一定する。で、ここも折ったままこうして。こうしてぐるっとかけますけど、この時にこの表を見て、そしてこの幅もしっかり同じがいいですね。そして、この縫い代のこのちょうど際のところに落としミシンというのをかけます。落としミシン。この際のところ。落としミシンの映像が撮れてなかったですから、この針だけでやりますね。糸通ってないんです、これ。この、ちょうどこの折った際のところ。ここ縫っちゃダメなんです。この際のところに針を入れます。こうして縫っていきます。こうしてこの際のところをしっかり縫いますけど、この時、この針が、下に降りてますよね。これ選べるんですけど、どちらでも。で、これ下に降りてることで、次がもうこのまま繋がりますよね。で、工業用のミシンは下に降りてることが多いんですよね。選べるものもあると思うんですけど。これ、ミシン今度買われるのに選べるときは、この機能は、とても、あると楽なので、下に降りてるのが、上上がったりのが選べるといいと思います。それでこんな風に縫えてます。こんな風にできてます。これサイズが60センチあるんですね、これ。60センチ、ちょうどぴったり60センチあります。ですから、だいたい頭の大きさは55、6、7ぐらいなんですね。で、斜めにかぶりますから、もう少し、このベレーの場合はもう少し広く欲しい。それで、これに今、この紐を通しますよね。リボン何でもいいんですけど、これダイソーの行動紐なんですけど、結べば、このサイズがぴったり自分のサイズに合うんです。85から90ぐらい、90センチぐらいで切ります。そうしましたら、こちら側を見て、結ぶといいと思います。で、この時ね、折ったて結びにならないように、まぶ結びっていうので、検索するといろいろ出てきますので、これを、しっかりこうね、こう縦にならなったら変でしょ？これ、結び方、しっかりさ、して、できない人は、しっかり、それを見て、そして、適当なところでカットします。で、これで、完成しました。このね、リボンがね、すごく可愛いんですよ。で、これをちょっと頭の上の方に持ってくるといいと思います。
これはベレー帽ですけど、少し小さめというか、小ぶりなサイズですね。ですから、もう少し大きいのが欲しい場合は、少し今円を工夫してお作りください。